第6回仙台放送アナウンサー検定、高橋さくらアナウンサー検定。今日受験していただくのはこちらの一流アナウンサーの皆さんです。一流というのもですね、今回は他系列でお正月に放送しています某番組、某格付け番組風にお届けしていきたいと思っております。ほぼ言って大丈夫です。皆さん今素敵な椅子に座っていただいておりますけれども、はい、扱いも正解の数によって変わってまいります。やだ、9問正解で一流アナウンサー、9問 ?9 問 ?8 問から7問正解で普通のアナウンサー、普通6問から4問正解でそっくりさん、3問以下ですと映す価値なしとなっております。一流アナウンサー金沢さん、いかがでしょうか。金沢です。よろしくお願いします。もう一流と言われて久しいんですけど。あ、笑い事じゃない、笑い事じゃない。そうおっしゃる通り、なんで笑ったんだろう。おかしい、ね、まあ、なんて言ったってもアナウンサー歴29年目ですから、もう一流じゃないわけではない。どっち。梅島さんでしょうか。どうもどうも、一流の梅島です。そうですね、頑張るぞっていうところで、ね、よろしくお願いします。やるんかい。佐久間さんのことならお任せくださいということなんですよ、はい、もう大好きな先輩ですし、あの桜さんのアナログも全部読んできました。あー、すごい、素晴らしい。私の誕生日は1月25日ですが、次の方々のうち私と同じ誕生日なのはどなたでしょうか。 A. 狩野英孝さん、 B. 佐藤宗幸さん、C. 伊達政宗。さあお答えください。ちょっと待ってください。せーの、ドン。はい。お、お、分かりました。B です。いや、あ、B。正解は B です。イエーイ。サービス問題ですよ。これは何ですか？これはね。学生時代は4つのアルバイトを経験したのですが、はい、次のうち私が働いたことのない場所はどこでしょうか、はいはいはい、A. 学習塾、 B. 花屋さん、 C. ドーナツ屋さん、うん、やったー、お、やったー、せーの、ドン、お、お、分かれましたー。分からないですよ、間違いだもん。はい、正解は、はい、イエーイ、いただきました。第3問は五感問題です。使うのは味覚です。はい、私の出身地は山形県ですが、はい、山形の誇るお米つや姫は果たしてどちらでしょうか。ちょっと難しすぎる、はい、ということで今から皆さんには試食をしていただきます。あ、新しいパターンですね。そうです、はい、どうぞ皆さんお好きなタイミングで召し上がってください。つや、はい、姫ね、つや姫を当ててください。美味しそうに、いただきます。はい、つや姫っていうだからなんかね、ツヤが ね、やっぱツヤが違いますね。違うじゃないのかな。いただきます。B のお米です。はい、 B、 いただきます。皆さんしっかりこう匂いとね、見た目まで見ていらっしゃって、さすがですね。これもう間違いです。すごい、はい、はい、ではA か B、 札をお上げください。どうぞ、はい、せーの、ドン。あー、すごい、よかった。 A です。これは A ですよ、ね、これ私つや姫食べたことはないんです。ないんですか。ないんです。うーん、なので違う方当てればいいなと思って、はい、で2番目に食べたらいわゆる B ですね、はい、B、 あれ多分笹錦ですよね、多分。そうですね、ね、ありますよね。ちょっとあっさりしたお寿司によく感じがしたので、うんうん、続いて梅島様は、あ、私も全く一緒、消去法です。消去法で B はやっぱりさっぱりしてます。そう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 、お米の味も、うん、これはもう A でも間違いない。つや姫何度かいただいて、でそのつや姫の甘みが断然多いなっていうところと、皮
香り立つ風味とか、鼻に抜ける感じが、よく食べてたつや姫かなっていうところを研ぎ澄ませて。正解は、正解は A です。おお、よかった。これだけ言ってね、あでもちなみに B 聞いてもいいですか。そこが問題でして、あ、実は B は伊達政宗です。ちょっと一回黙ってもらって、B は伊達政宗でしたね。一緒で伝わったね。皆さんご存知かと思いますが、私はピンクが大好きです。僕と周りを見渡した時にいろいろなものがピンクで溢れていました。はい、そんな中でピンクでないものもあったんですが、次の中でピンクでないものは何でしょうか。 A 扇風機、 B ソファー、 C カーペット。もう上島様は早い。行きましょう。すいません、家を投資してそんな、そんな力が、そんな力が一流ですね。ドン、お、割れました。おお、見えました、見えました、見えました。正解は B です。イエーイ、見えた、見えていた、見えそう、見えていた。あ、見えました。何色でした、ちなみに。はい、緑っぽいベージュっぽいような。どっちどっち、どっちどっち、どっちどっち、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 そこまでみたいな。さあ、ここで皆さん格が変わってまいりました。あっちゃー、西野入りさんは改め、西野入りさん、普通アナウンサーの西野入りさん、はい、誕生です。椅子を変えます。お立ちください。にゃー、はい、西野入りさん、どうぞお座りください。あ、はい、あ、西野入りさんでございます。はい、西野入りさん、普通アナウンサーということで普通の椅子になりました。結構ふかふかしますのでまだ、はい、次のうち私が食べたことのあるものはどれでしょうか。 A ザリガニ、 B カラス、 C ハチノコ。さあお考えください。これは取材ではないです。小学生の頃ある国で食べました。はい、はい、よいしょ。おお、分かれましたね。はい、と A を選ばれたお二人は、あの、あ、すいません、先にどうぞ。普通アナウンサーの西野さんから。小さい頃とおっしゃっていて、はい、その国というのがおそらくスウェーデンなんじゃないかなと、あの、住んでらっしゃったところを伺っていて、はい、スウェーデンに出てきそうな料理ってなんだろうと思ったら、なんかそのザリガニかなという。私、あのリリコさん、あ、リリコさんよくザリガニを、あ、そうだ、食べましたというお話を聞いていたので。なるほど、ザリガニに見えるもんなんか。私 A だと思ったんですけど、ちょっと手が滑って B になりました。ちょっと舐めた方がいいですよ。潤い、潤い、ちょっと舐めて。正解は、お願いします。 A です。よっしゃ。続いて使うのは触覚です。はい、まずは問題です。私がここ数年心を奪われているキャラクター、なんか小さくて可愛いやつ、通称ちいかわは次のうちどちらでしょうか。どちら、触ってお答えください。はい、ということで皆さんにはまずはアイマスクをつけていただきます。あ、失礼します。はい、さあさあさあ、あ、貴重ですよ、この皆さんのアイマスクが。見えないんだ、アイマスク。それ用のアイマスクです。全然見えないで。お触りください。三、五、四、三。逆側から西野入りさんから B を触っていただきます。
はい、お願いします。どうぞ。はい、5 4 3 2 5 4 3 3 2 1。ありがとうございます。あー、潰されて潰されまして、どうぞ。せーの、ボン。おお、正解は B です。次のうち私の実家で飼っていた犬の名前はどれでしょうか。あ、 A プヨ、 B モニ、 C モヨ、どれでしょうか。の、すごい、見事に分かれた。これはハマっと予感。金沢様、なぜ B を。A がなんだっけ、プヨ。もう覚えられない。そこが覚えられない。プヨ、プヨ、プヨです。プヨ、刺されるとき。C を選ばれた西島さん、もう僕は C です。でも自信も以上。ね、そうです、アナログ問題でしょ、これ。アナログ問題。アナログ出てたんだ。勉強しましたが、あの破裂音、ハゲの破裂音だよっていうのをインプットしたんです。そしたらまさかの A と C、どちらも破裂音だ。正解はC の方です。ちょっとね、水の方の交換をさせていただきます。すいません、腰が痛いんでね。お座布団何か引き出しようかな。腰が痛いんで、いやーよ、ご覧しようと。次のうち私の父はどれでしょうか。絵を見せます。私の父は絵で、はい、手も描けやすいんですね。まずは A です。A はこちらです。こちら、さあ覚えてください。はい、続いて B。 B です。メガネを取りました。続いて C です。はい、ああ、なるほど、わかりました。ここね、そうです、そうです、そうです。ひげが、あごひげがなくなりました。せーの、ドン。あー、割れました、割れました。正解は A です。 A でした。ほっこりじゃないですか。さすがに A はもう、そっくりでしょ。目元が似てます。今の問題、アイマスクしてればよかった。次のうち私がやったことのない習い事はどれでしょう。やったことのない。 A 生け花、 B 水泳、 C 茶道、どれでしょうか。これはもうね、インスピレーション、どうぞ。せーの、分かった、分かった、おー、すごいすごい、分かりました。正解は C の茶道です。はい、はい、変わります。お立ち上がりください。やだ。あ、はい、さあ、見ていいですよ、見ていいですよ。そっくりさんということで、はい、座布団に座っていただいておりまして、なんなら金沢さんらしき人、西野入りさんらしき人、はい。どうも、銀沢です。真ん中にあのお座りいただいているのは普通のアナウンサー、はい、普通でございます。ここまでお疲れ様でございました。ラストの問題でございます。4歳からクラシックバレエを続けておりますけれども、ということでこれから高橋さくらが振り付けしました創作バレエをここで踊ります。その舞は果たしてアナウンス部の中の誰をイメージした舞でしょうか。ふんすというところでございます。結構難しいと思うので、まあそうですね、これ正解したら一流アナウンサー、一流アナウンサーに戻しました。今まで何だったんですか。
あ、大波乱の予感でございます。え、仙台放送アナウンス部ですよね。もちろんでございます。全国ではなく、全国ではなく、私その人知らない。これヒントでしょ、多分ですよね。それが最初からでですね、待ってくださいにも結構ヒントが待ってくださいといえば、埼玉県出身で、あの下山さん、私、伊藤アナがいるんですけど、問題出すとしたら下山さんかなと思って、なんか踊ってる時の前がこう下山の下っぽく見えたかな。あの手を上げた瞬間あったでしょ、あれが線。漢字が、漢字が見える、漢字書いてた、坂を下っていく感じの舞をされていたので、線が坂を下る、地坂だって、ですね。正解は西通りアナウンサーです。自分じゃん。あ、皆さんをこう惑わせた、これ、それそれそれ、剣道、それ剣道、剣道。そしてまさに埼玉ポーズ、これが最初と最後に散りばめられていました。回りながらこの手をしております。西野入りアナウンサーに愛を込めて舞を舞ったところでしたが、そういう、そうか、ありがとうございます。そこまで読まないとダメだな。結果発表、はい、まずは普通のアナウンサーでいらっしゃるのは梅島アナウンサーです。どうも、普通です。普通だな、普通だな、普通だな、言われたくないよ。そしてその両脇にいらっしゃるのが、お二人とも正解数は5問でした。でまずは金沢アナウンサーらしき方、はい、お名前は堂様です。また色変わった。西野入りアナウンサーに似ている方、はい、東野入りです。ということで高橋さくらアナウンサー検定はこのような結果となりました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。さよなら。